伊那市高遠の京成院には、武田信虎公の墓がありますが、信虎公は天文10年信玄と家臣団に追放され諸国を遍歴し、明朗9年城主課長の時高遠に来ました。城主信虎の時天正2年3月5日81歳で、高遠で亡くなりました。で、遺骨は法相院と甲斐の大聖寺に葬っています。で、墓は京泉の裏山にある風鈴塔であるであります。それでは行ってみたいと思います。武田信虎公の墓に行きました。側面に説明書きがあります。永禄9年72歳の時、城主武田勝頼の代に高遠に来ました。天正2年3月城主が武田信虎の時、高遠城にて81歳の生涯を閉ざした。そして遺骨は法相院に葬られたということが書かれています。